さあ中央3人入っている、中央にファンバー、こぼれをシュート渡り、あただここはオフサイドフラッグだな。ああここのシーンです。マティウスがやはり蹴ってきます。低いボールになる。この競ったこぼれ球、ノーシュートだ。柿谷陽一郎決めました。後ろに抜けてきたとここですね。でそれでボールが浮いた、この後のリアクション、ここが、まあ、名古屋の方が早いんですよね、まあ、やっぱりマティウスのクロスだ。うわ、突き刺さりました。ここって相手のマーク、あ、チャンスです。さあ流れるような展開からマティウスシュートを狙うか。シュートを狙ってきた。これだけプレッシャーをこうかけれないと、マテウスしかも左足にボール持たせて、バルコチロール、ファーにオナイユ、そしてキダムイはファー走ってます。エウベルから中へ、面白い、押し込んだ。オナイユの今のが先に戻れるかなと思ったんですけれども、こっからの加速力、中に待ちた、うん、こぼれている、うん、マルコ、そして押し込んだ、ノイありましたね、はい、しっかり、まあ、キャッチの手が作れてなかったんで、ボールの回転勢いに負けて、もう入れ替わった白崎、裏を土井が狙っている、ーキーパー出られない、土井が抜ける、土井はどうするかな、シュートは来た。いや、ここで入れ替わった瞬間の背後ですね。いや、ゴールキーパーの1対1のシーンで、キーパーの逆、しっかりと決めていきました。ドイハットトリック達成、これで3対1、鹿島スタジアムで3失点。いや、ゴールキーパーの動きを見ながら、松村持っていて、こうマイナスのボール、レオシルバー、そして荒木のシュート、ゴール、コースガード、ゴール、立て続けに点が入ります、鹿島。よしとかまして、ニアへのボール、ここは長友、もう渡辺、渡辺のクロス、ボレーだ、オナイウ、手前に入れてクリアした後のボールですね。少しマイナス気味のボールでしたけれども、おそしてパーラーノからこのパス1本、おっとちょっとトラップ狙われた、上田綺世、ゴールが空いている。の背後っていうのはやっぱ狙ってますね。まあこれ結果的には、まあ、ゴールキーパーのコントロールミス、高岡のミス、水沼からのボール抜けてきた、こぼれてオーバーヘッド、ブロック押し込めないか、押し込んだ、最後アマロン、オーバーヘッドで素晴らしかったですね。はい、さあチャンスになった、そのままアダユトンだ、ボックスの中でアダユトン、シュート、最後はディエゴ・オリベイラ先制、11分。ここで大南との1対1をしっかりとスピードで振り切って、右足のアウトで、すごく柔らかいボールですけども、キム・スンギはある程度シュートも意識しながらゴールから、ね、いいとは思いますけどね。すぐに挟み込まれました、チャンス、ここは独走だ、そのままフィニッシュはいかない、パス、アダイウトン、まあ、でも高萩も落ち着いて、あとはアダイウトンもしっかりとここまでランニング来てましたね、はい、振り切ってやれてるって部分はあるかもしれませんけど、この高萩のフリック効いた、アダイウトンが仕掛ける、そして中に2人が入ってきた、アダイウトン、ナイスゴール、今日この1人点目、素晴らしいですね、 FC 東京のこの作り方、まあ、高木のクリエイティブさも出ましたし、アダイウトンのスピードもそうですね、3人4人がしっかりと絡んでサイドを割った、まあ、そこからのゴール、東チャンス、そのまま長井だ、長井、長井タイミング変えて、いいパスだ、シュート、まあ、三田のワンタッチのパスからうまくスペースに飛び出した長井、やっぱりこれもなんかすごくよく見えてるんですよね。で落ち着いて、
マルファスのワンタッチ、高木俊之のクロスヘッドだ、最後坂本飛び込んできた、このタイミング、この非常に駆け引きのあるいいタイミングで飛び込んできて、非常にマシカ、リンコ、さらにドーグラスを左足、キム・ジンヒョン、まだある、古橋だ、まだあるぞ、フェルマーレンだ、ついてましたね、なるほど、まあ、フェルマーレン選手のここ、もうコースを狙った、ミートされたこのシュート、非常に素晴らしかったですね。さあ、柿田に入る、前を向いた、横には宮代。3対2ですね。岸本来たぞ、岸本来た、中にタッチ、ナイスタッチ、岸本来た、決定機、ループシュート、お見事、キーパーの鼻先浮かすこのアイディア、まあ、これはやはり元ストライカーができる、まあ、シュートの松岡、最終ラインもここまで高い位置を取って、これずれた、結果的にただ山下、ちょっとこう当たったんですかね、少し林が体を入れたことによって、この後選手交代が大分も行われそうです。下田、長澤、大分追いついた、まあ、難しいと思いますね、まあ、これで長澤入れた、交代がズバリと的中しましたね、はい、まさにこの形、開いた松浦、シンプルに入れます、クレーベー、セカンドボール、パリックが体を入れましたが奪い返してシュート、ちょっとトラさん、ゴールキーパーの谷は逆モーションになりましたね、まあ、ディフェンダーが足を出してましたし、ブラインドマンさんちょっと見えなかったのかなと、ちょうどいいところシュート抜けましたね、はい、さあ松田、谷が出てるぞ、決まった、まあ、クックでよく背後を狙ってましたよね、はい、あとは、まあ、さっきからするとハイラインだったので後ろをカバーするんだっていうことだったと思うんですけど、まあ、守備ディフェンダーからするとおそらくそうしましたということです。さあ家永右足、真ん中旗手いて、三笘打った、まあ、旗手も中盤からよく入ってきましたしね、まあ、最後は三笘落ち着いて決めましたね、うん、はい、抜けた、小林、小林田中ですね、そうですね、はい、このタイミングで、まあ、足残ってましたね、ええ、ただまあここの1対1の制し方ですよね、ああキャスパーユンカ、大外田中、もう一度上げた、そしてユンカ、キャスパーユンカヘディングで決めました、はい、ここちょっと後ろ下がりますよね、です後ろに下がりながらやっぱり相手からちょっと離れるようなポジションを取るんですね、そうは言ってもこのボールをですね後ろに下がりながら前からプレッシャーいってるだけに、ね、これ秋元が追いつきます、キャスパーインカーの大きなサイドチェンジから低いボール、見事に合わせました武藤、あ失礼田中、できたスペースをうまく田中達也が使いましたね、はい、ただこのクロスの質も高いですし、田中の入ってくるタイミングもね非常に良かったと思います、田中はスピードがあります、中に2人小泉とユンカーがいますが、ここで庄司、まだあるゴール前、ユンカー、三浦が引っ張られたその前のスペースにユンカーがポジションを取ったと、そういう意味ではクロスを入れた田中達也も冷静でしたし、中のアクションの取り方、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。